リカーブ軍はアメリカ合衆国アラバマ州の北西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は7万1109人であり、2000年の6万4452人から10.3%増加した。軍庁所在地はフォートペイン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名はアメリカ独立戦争に参戦した。 ヨハンデカーブ少将にちなんで名付けられた。ディカーブ軍は1836年1月9日に、チェロキー族インディアンからアメリカ合衆国が譲り受けた土地からアラバマ衆議会によって設立された。軍名はアメリカ独立戦争の英雄ヨハンデカーブ少将にちなんで名付けられた。軍内にはチェロキー族の有名な言語学者シクイヤーが住んでいた。ディカーブ軍の東端、 ジョージア州との宗教は2003年4月29日に発生したマグニチュード4.6の地震の震源だった。地域では電力が止まり、鏡や絵画が床に投げ出され、建物の基礎にひびが入り、煙突が一本倒れた。この振動は州南東部でも感じられ、アラバマ州北東部やジョージア州北西部、さらにテネシー州東部では強く揺れた。 サウスカロライナ州のアップステート、ノースカロライナ州の西南西端、ケンタッキー州南部と南東部、ミシシッピ州東北東部でも揺れを感じた。リカーブ軍は基本的にアルコール飲料の販売が禁止されているドライ軍である。2005年、地方法の改正により、ホートペイン氏が軍内で唯一合法的にアルコールを販売できる場所になった。2011年4月下旬、 竜巻が多発し、軍内では31人の死者を出した。これは、州内では最大だった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は778.65平方マイルであり、このうち陸地777.91平方マイル、水域は0.74平方マイルで、水域率は0.10%である。リトル川にかかる屋根付橋、 オールドユニオン、またはタラハチ主要高規格道路鉄道以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。